こんにちは、ジュンです。ゆっこです、はい、今回はまた、はい、飯塚チープロによるレッスン動画でございます、はい、大人気、大人気、はい、今回はドライバーとアイアンの打ち方の違い。いや、違いあるのって思ってますですよね、はい、私もそう思ってます、うんうん、多分この動画見てる方も、うん、え、そうなのって多分思ってる人いると思うし、うん、多分同じに打ってるか、うん、まあ、変えてるけど、うん、その変わってるところが間違って認識してる人とかもいるかもしれないんですけど、この動画ではちえ先生のレッスンでは、はい、ドライバーとアイアンの違い、うん、打ち方の違いについて説明してもらっております。なるほど、はい、まあ、最後まで見ていただければ分かると思うんですけど、はい、今回の動画では、はい、衝撃の事実をお伝えしています。衝撃ですよ、絶対。結構さ、なんかドライバーが良くても、うん、アイアンがなんか調子悪かった、ね、けど、うん、ある時はアイアンが調子良かったんだけどドライバーが調子悪いとか、うん、まあ、なんか結構逆になっちゃって、ね、両方噛み合えばもっとスコアいいのにとか、うん、いつも思ってる。いつも思うよね、うん、なんだろうね、あの本当によくわかんない。そう、もうちょっと両方いいね、時を出したいよね。わ、うん、かります。でもね、この動画には、うん、その衝撃の事実が、はい、知恵先生によって解説されているので、はい、皆さんもね驚くと思いますよ。見たい、はい、また動画の後半で皆様に重要なお知らせの発表がありますので、最後まで見ていってください。はい、見ていってください、はい、では早速レッスンに入っていきましょう。定まらない。はい、今回はドライバーとアイアンの打ち方の違いということでやっていきたいと思います。皆さん全然違う打ち方してる方とっても多いんですけども、実はそんなに変わらないというかですね、これ構造の話になるんですけども、クラブの構造としてはですねほぼ一緒なんですね。はい、右側が重くなってヘッドが開きやすい慣性になっているっていう構造は一緒なんですよね。ただ長さだったりとか重心角だったりとか、まあ、違うところがあるんですけども、大まかに構造が一緒だっていうことはですね、大きくスイングを変えるっていうことはほぼないんですけども、やはりこれだけの長さがあるので、はい、こんだけ違いますよね。こうなってくると、はい、短いものを振ってるときは縦に感じるし、長いものを振ってる時はこう水平に感じるしっていう、この感じ方の違いがとっても多いので、あの打ち方全然違うよねって感じてしまっている方、打ち方全然違うよっていうふうに思っている方がとっても多いんですけども、まあ、そのフェンスの開閉だったりとか振り方っていうのは基本一緒です。はい、しかしですね、一つだけ大きな違いがありまして、何が違うかというと、ドライバーの場合はティーアップしてますよね。でアイアンの場合は、まあ、フェアウェイウッド、アイアンの場合は地面にあったり芝生ラフにありますよね。ということはですね、アタックの仕方が違うんですよね。はい、このアタックの仕方が違うのでこう打ち方が違うんじゃないかなっていうふうに思ってしまうんですが、スイング全体としては同じです。しかしアタックが違うという点で少し説明させていただきます。はい、ドライバーの場合はですね、最下点といって一番こう最頂点に来るところからアッパーに少し上がっていくところで当たるので、アッパーフローでアタックしていきます。そしてアイアンの場合は地面にあるので最下点のところでアタックしていきます。はい、なのでダウンフローになっていきます。アイアンとドライバーの大きな違いは、最下点で当てるか最下点の後に当てるかということが大きく違います。で、ここで一つこのダウンブローについて、少し話していきたいんですけども、このダウンブローって結構勘違いしている方いらっしゃると思うんですけど、皆さんどうですかね。ダウンブローって聞くと打ち込むってイメージないですか。ありますよね、はい、打ち込むってイメージガーみたいな、バンカー打ち込むみたいな、こういうイメージですね。ダウンブローにしなさいって言われたら結構やってしまうあの生徒さんがいるんですけども、ちょっとドライバーを置いて、このダウンブローの勘違いを少し説明させていただきます。はい、多くの方が打ち込む
打ち込んでこうディロフトって言うんですけども、こうペースをこう閉じる動きですね、押していくんだっていうふうに思ってて、レッスン中でも少しダウンフローで打っていきましょうかっていうと、結構アウトサイドインテールでカーって打っちゃう方が多いんですけども、はい、ダウンフローとはですね、はい、アウトサイドインテールでこう打ち込むのではなくて、はい、しっかりインサイドからアウトに抜けようとする中で、インパクトの瞬間少しこのディロフトって言って、はい、このロフトよりも立つことを言うんですけども、はい、なのでアウトサイドインで打ち込むのではなくて、インパクトの瞬間ディロフトすることだよっていうことで一つ覚えていただければなと思います。はい、そうはいえやはりですね、全然違うクラブに感じてしまう人に関しては、ドライバーはこうやって打つ、アイアンはこうやって打つっていう感覚を持つのは悪くないことだと思うので、そういう方も OK だと思います。はい、ということで今回はドライバーとアイアンの打ち方違いでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のドライバーとアイアンの打ち方の違い、はい、いかがでしたか。今回も目から鱗です。ちえさんのレッスンは本当にすごい。そうなんだ、うんうんうん、はい、意識してね。そうですね、はい、まあ、ドライバーとねアイアンの違いを、まあ、知るだけでも、うん、その調子が良くなったりとか悪くなった原因っていうのが、うん、すごい理解できると思うので、はい、まあ、ぜひですね皆さんも今回の動画で、まあ、その違いっていうのを分かってもらえたらなと思います。うん、はい、そうですね、はい、ドライバーとアイアンが噛み合う日が噛み合う日が来たらもうベスト更新はすぐそこです。そうですね、スコアアップの近道かもしれないですね。はい、はい、ということで皆さんも実践してみてください。はいはい、はい、それではここで重要なお知らせをさせていただきます。させていただきます。怪しかった。怪しい。その内容はですね、なんとリンゴルフの公式 LINE アットができました。ありがとうございます。この公式 LINE ではゴルフのね、まあ、達成したいな、上手になりたいなっていう、まあ、情報を配信したりとか、まあ、それを継続できる環境っていうのを、まあ、こちらでご用意していく予定です、うん、はい、モチベーションをちょっと安定させるみたいな、ね、そう、やっぱ一人じゃね練習できないでしょ、うんうん、できません。結構そのしてるけど、まあ、なかなかさゴルフ上手にならないなとか、うんうん、伸び悩み、そうとかスイング合ってるのかなとかあると思うんですよ、まあ、そういうふうに悩みがあってプロみたいなスイングができるようになりたいとか、うん、100切りしたいとか、うん、まあ、ゴルフ一緒に行く人驚かせられるような上達したいとか思ってる人いると思うんですよね、はい、いるでしょ。いや、いっぱいですよ、うん、いっぱいだよね。いっぱいいますよ。それらを達成できる環境を、まあ、この LINE でご用意しておりますの で、はい、この動画の下の概要欄からぜひ LINE アットの登録お願いします。お願いします。はい、はい、ちなみに、うん、友達登録をしていただいた方には、はいはい、LINE 限定配信で無料ゴルフ動画を5本配信します。これはかなり有料級なんです。はい、はい、なのでぜひね、これはね登録してくれた方だけなので。そうですね、はい、で、この特典は登録時にアンケートの回答を、うん、行っていただいた方にお配りしているものなので、はい、アンケート必須なので、はい、そちらをお忘れなく。そうですね、登録だけじゃダメなんです。ダメですね、はい、で前回すでにね LINE アット登録してくださった方もいると思うんですけど、はい、その時にはアンケート回答を準備してなかったので、すで、はいはい、に LINE アット登録してくださっている方はまた開いてね、はい、アンケートの回答をお願いします。お願いします。はい、今回もご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいなと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。お願いします。